はいどうも、今回紹介するのは富士見の新しいシリーズバイクネクストシリーズですね。今までカンネクストカーネクストっていう風に来ましたけども、その新しいシリーズとしてバイクネクストというのが始まりまして、の中のまあで第1弾として出ましたスーパーカブですね。バージンベージュっていう色が限定で出たんですけども、それはもう1ヶ月以上前に出たので、もうそちらの方を組まれた方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけども、こちらの通常版の方がなかなか、発売にならなくて、だいたい1ヶ月半ぐらい遅れですかね、で発売になりました。なんかしばらくね、あれだったんですよ、生産未定みたいな感じだって、なかなかね入ってこなかったんですが、入ってきました。よいしょ。なんかこんな感じですね。で、他のネクストシリーズと同様にですね、ツヤ、まあでもこんなもんかな、ツヤもちゃんとあるっちゃある感じですね。で、接着剤を使わずに、成形色のそのままで作ってもいい感じで出来上がりますよっていう感じですね。この赤いパーツ、クリアレッドのパーツがなんか一つ欠けてますけど、これまあ元々ですけど、なんか別仕様が出たりとかするんでしょうか。よいしょ。メッキではないんですね、このシルバーの部分。メッキ成形ではなくてシルバー成形っていう感じになってますね。タイヤが可愛い。まあカブなんでね、細いですけど、タイヤが可愛い。ホイールは裏を持って組み合わせるような感じですね。なんでスポーク多分一発では再現しきれなかったんでしょうね。多分その成形状のところとか、あとはまあこうやってね、こうなる、ちょっと説明しづらいですけど、その辺ことを考えるとこういう風になるってことでしょうか。で、ハンドルのところですね。ハンドルとヘッドライトのところと。あ、ベージュのところか。ここも、それなりにツヤはあるかな。まあでも、カブだったらそんなにね、ビッカビカにしてもっていうことは思いますけどもね。もうなんか、この辺はすごく潔いなっていう感じはしますけども。チェーンケースとエンジンと、もう全部一体成形になってます。で、マフラーと、荷台とかね、この辺になってますね。で、シートと。ナンバーでシールですね。デカールは入ってないんですね、多分入ってないですね。よいしょ。そうですね、リアルシールっていう形で入ってるだけでデカールはないですね。まあ、この新しく始まったシリーズなので、今後どういうふうにこのネクストシリーズのね、バイク12分の1ネクストっていうふうになってますけど、まあバイクがメインになってくるかなと思います。さすがに12分の1のカーモデルのネクストとかっていうことはないかなっていうことは思うんですけどね。結構なんかもうそのバージンベージュの方のね、組まれた方のレビューとかあったりとかして、そちらの方でね、もうご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけど、ちょっと環合がきついところとかもあるそうです。ボーナスパーツだそうです。ボーナスパーツ、あ、これか、 K パーツ、これですね。なのでね、まあ一応富士見は下部の110じゃないですけど、下部は出てたと思うので、まあ、どちらがね、好みとかっていうのは、まあ、人それぞれあるかと思いますので、まあ、そこに関してはね、組まれた方の、こう、レビューとか、まあ、見てね、参考にされるといいかなってことは思いますが、まあ、一応こういう形でですね、どんどんこう、まあ、バイク、船、車、バイクってきたんで、富士見だったって飛行機ですか？飛行機でネクストはさすがに、厳しそうな気もしないでもないですけど、まあ4、48?
7人ならいけるかな。7人だとちょっと小さすぎるかな。でもまあその辺はねちょっと人それぞれ感じるところがあると思いますけども、こういう形で新しく出たですね、バイクネクストシリーズということでね、このアーベインデニムブルーメタリックと、ごめんなさい、正式な名前わかんないですけど、グリーンメタリックと、もう一色何かが出るような感じだったと思いますけども、とりあえず今回ね、ブルーメタリックの方、紹介をさせていただきました。完成サイズが150、全長155、全幅58、全高87ミリ、全78パーツっていう感じになってますね。というわけで、まあ、この辺もね、多分今日明日ぐらいから多分店頭に並ぶところも多いかなというふうに思いますので、紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。あ、すいません、定価は3600円です。はい、失礼しました。ご視聴いただきありがとうございました。